しばやん企業案件大募集しています。次は製麺屋さん選手権を開催したいと思います。しばやんにうちの麺を食べてほしい、こんな面白い麺がある、あとしばやんのフランチャイズにおろす麺をおろしたい、そういう方はね、ぜひ概要欄に貼ってあるしばやんの会社のホームページの問い合わせ欄から製麺についてという件でお問い合わせのほどください。必ずね、麺の種類とあと値段も送ってもらえると助かります。あとしばやんが個人的に募集しています、水道トラブルの会社さん、エアコン業者さん、そしてうちこんな業務用のめちゃくちゃいい掃除機ありますぜという方いらっしゃいましたら、そちらも概要欄のホームページからお問い合わせのほどお待ちしております。実際ね、使って内容良ければそれも僕の YouTube で公開したいと思いますので、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。やっぱりそのことはもう一人増やしていきたいと、うん、まあでもこっちの方が泡立ちやすいですよ。あ、そうです、ね、そう、手鍋でやった、はい、言うことないんだよ、終わりです言うことないんだよ、終わりですもう次もうちょっと返してもいいかなって、現時点で、はい、みたいなものが最近の東京の流行りなんで、はい、はい、ということで水間さんっていうね、はい、鳥パイタンのお店でなんでついてきたんですか心配なんで。あ、心配なんで、はい、ここの店主さんがなんと山口さんのご親戚ということで、はい、一緒に来させてもらいました。サロンメンバーでありまして、今回ね、急遽ついでに来てほしいということで。でも見た感じ繁盛してるでしょ。してます。聞くことないやんって思ってるんですけどそれでも来てほしいということだったので行ってみましょう。はい、はい、ね、看板もちゃんと出して、鶏白湯お願いします。ありがとうございます。お願いします。ここのオーナーの吉田さんです。はい、吉田です。お願いします。よろしくお願いします。繁盛しまくってそうな内装で、で、なんかさっき話聞いたところ、はい、なんと島屋のフランチャイズに加盟しようとしてたってこと。はい、そうですね。なんで加盟してないんですか。なんで加盟してないんですかね。やっぱり金がなかったんですね。僕のもともと YouTube を見てて、そうですね、サラリーマンやられてたんですね。サラリーマンやってましたね。で、さっきあの山口さんに聞いたら、はい、めちゃくちゃ年収高いサラリーマンやったっていう。いえいえ、そうですか。自分の店を持ちたいという夢は若い時にあったんですけど、なかなか踏み出すきっかけもなく、はい、島屋さんの YouTube、はい、見てて、ありがとうございます。その FC の店やらせていただきまして、ありがとうございます。めっちゃ繁盛してるんですね。ありがとうございます。それを見てぜひ入りたいなと思ったんですけど、けど金がなかった。いやいやいやそういう方には今分割プランというのもね、それがあれば。いや、でもなくても僕の YouTube 見て、はい、TTP した結果、こんだけいいお店作れて、はい、おかげさまでだいぶ TTP させていただいてます ね。学生サービスもそうですし、はい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 、お店の A1 看板もそうですし、はいはいはい、すごいですね。もう醤油関係もめっちゃ TTP させてます。湯浅の箱は見えてるんで。湯浅醤油ね。はい、湯浅醤油使ってるんですか。使ってます。こちら高いのに。これ自家製麺で。はい。あ、でも麺機は品川です。品川、はい。全くノウハウないのにこんな繁盛で作れたんで、いやーすごい。一銭ももらってへんそれぐらい僕の YouTube 見てしっかりやればこういうね繁盛でも作れるということで、まさにそのお手本ですよ。キッチンもめっちゃ綺麗。え、もう入っていいですか。はい、どうぞ。オープンしてどれぐらいなんですか。1年半です。わー、めっちゃ綺麗。いや、すごいよ。こういうの気持ちいいですよね。はい、ちゃんと綺麗に並んでるのは。現状はもう悩みもないぐらい儲かってしゃあないとは聞いてるんで。いや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 、何をしたいですか僕は。いや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 、これから先、はい、さらに売り上げアップ、うん、それからやっぱりそのために人材確保して育成して、はいはいはい、まあ、その辺も島根さんの YouTube 見てれば、はい、いろいろな動画があるんで、うん、参考にはなるんですけど、そうですね、なかなか思いのほか人がやっぱり入ってこない。おお、それこそ慢性的な。はい、なるほど。まあ、ゆくゆくはやはり自分のリベルトを作って、うんうん、やっぱりその他もう一店舗、うん、店舗を増やしていきたいって思いはあるんですけど、うん、まだまだその段階ではないなと思うんですけど、うんうん、あとやっぱりその尖らせる意味でも、はい、そのメニュー構成、はい、その辺をこれからどのようにやっていくか、とりあえず1年間は、うん、島根さんが限定はやらない方がいいっていう話をされてるんで、はい、1年間限定はやらせてきたんですけど、1年経って限定を少しずつ
牡蠣パイタン、味噌パイタン、煮干しだったりとか、混ぜそば系とかやってるんですけど、まあ、それお客さんの反応を見て、これからレギュラーメニューにしようかどうか、ただこれからメニューを増やさない方がいいのかどうか、はい、とりあえず混ぜそばを、まあ、ここ今学生が多いんですね。スポーツ系の大学がありまして、あ、近くにね、はい、それでやっぱ若い子は混ぜそばが好きなんで、はい、まあ、混ぜそばを始めようかどうしようかというところにも考えてはいるんですけど、なるほど、まあ、確かにこれ以上メニュー増やすと、それだけやっぱり仕込みも増えます。そうですね、はい、麺の量も増えますし、うん、はい、今日はその辺を聞きたいということで、はい、わかりました、はい、とりあえず鶏白湯いただきます。よろしくお願いします。ここで大丈夫ね、鶏白湯、はい、ここで入ります。初期のね、YouTube で僕がやってたセメント混ぜるやつで、でもともと生コンやられてたということで、はい、そうです、得意の、そうですね、混ぜるやつ、ね、飲食用じゃなくて、もうあれ、工事とかそう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 、へぇ、で、これで最後、骨を砕くんですよ、ウィーンってやって、へぇ、ここで炊いて、はい、鶏白湯はこして、はい、手鍋で一杯ずつっていうことですね、はい、そうです、そうです。チャーハンもやってますか。チャーハン、やはりその、一月と同じように、もともと本店の方で20年ぐらいやってたもんで、うん、炒め物だとかチャーハンとか、うん、まあ、何でもできるんで、もしなかなか商売が順調にいかなかったら、何でもできるようにって設置はしたんですけど、なるほどね、はい、とりあえず今、麺置き場になってます高価な麺置き場で、はい、高価な麺置き場で、いや、綺麗な、めちゃくちゃ。塩と醤油があるんですけど、どこを作ってるんですか。どっちが出てるの。基本的に見た目では塩ですね。色が真っ白なので、綺麗なので。リピーターが多い方が醤油ですね。じゃあ醤油で、はい、両方いっちゃっていいですか。いや、じゃあ両方でこれ醤油、はい、醤油です、はい、こっちが塩、塩です、はい、あれですね、手鍋で一杯ずつ泡立てるっていうタイプですね、はい、フランチャイズは丼で一杯ずつ、丼の中で、ね、そう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 、じゃないとオペレーションまず大変なんで、そうですね、これと2杯ずつしか作れるんですよね、その通りです、シンプル、その通りなんですけど、なんかオペレーションがちょっと厳しいとかあるんですけど、うん、まあでもこっちの方が泡立ちやすいですよ、手鍋でやった方が、はいはい、温度も高い方がいいし、はい、うちで今一番出てるその通常のタイプと特製のタイプ、特製だと煮豚と、じゃあ特製お願いします。はい、はい、お、豚バラ、はい、吊るし焼きですか。吊るし焼きです。すごいな、島屋の TTP でこんなに、はい、しっかり温めて、麺は1種類、タイタンと中華とつけそば屋で3種類あります。3種類、はい、油は入れない。油は入れないです。はい、最初油入れたんですけど、やっぱりブレンダーで泡立てちゃうとあんまその油感がなくなってしまうんで、入れなくても同じかなというところで、はい、麺は茹で時間どれぐらいなんですか。茹で時間1分15秒です、はい、こっちの人ってやっぱ細麺の方がいいんですか。細麺が好きです。しかも低加水で、自分どちらかといえば高水のもちもちが好きなんですけど、中華そばの方は最初高水ってするんですけど、やっぱり反応があまり皆さん、時間かければかけるほど泡は立つんですけど、やっぱりオペレーションの問題である程度、はい、時間内でいかないと。え、でもこれ4丁とか通ったらどうするんですか。2丁2丁です。そういうことです、はい、うわ、すごいな。すげえな、泡立ちますね。
しました。ありがとうございます。ラーメン屋をやりたいけどお金がない、人脈がない、経験がない人におすすめの独立支援、まだまだ募集中です。現在芝園の会社ではね、約10名の方が今この独立支援のプランで働いてくれています。で、内容としましては、1年間芝園の直営店で働いてもらいます。で、その1年間働いた上で8割の社員から何々ちゃんやったらもう独立していいよっていう OK がもらえる。そして2つ目に芝園から あなたやったらもう独立していいよっていう OK をもらえる。この2つの条件をクリアすればなんと300万円プレゼントします。その300万円を元手に地元でオープンする。それも OK です。それ以外、お金の借り方や運営の仕方、そういったノウハウも芝園が直接お伝えしますので、めちゃくちゃいい制度になってますので、募集の方お待ちしております。ぜひ働いてみたい、話を聞いてみたいという方は概要欄からチェックのほどよろしくお願いします。すごい。めちゃくちゃ綺麗。紹介いただきます。すごい、あわあわ。やりますね。うまい。ありがとうございます。塩分いいっすね、ちょうど。ありがとうございます。麺もいただきます。いいっすね。パッツリして。僕の YouTube 見ただけでここまでできるんですよ。でも、フランチャイズに加盟するメリットはたくさんあります。独立してからもね、いろんな悩みがあると思います。対応の仕方だったりね、キャッシュフローだったり。その辺はね、フランチャイズに加盟すると、FC 本部がその辺のノウハウも教えてくれるので、しまえんところだけね、それはね、メリットあるかなと思います。天才ちゃいますか？醤油の。醤油測りたいと思います。醤油の取り替え感は濃度 13.7、 塩分 1.06 でございます。やっぱ醤油の方がコクがあって、はい、分かりやすいし、そうですね、はい、味がはっきりしますね。最初やっぱりみんな塩で入るんですけど、でじゃあ違うのを食べてみようか、醤油買って、醤油にハマる人は意外多いですね。塩いらんのちゃいますでも女性はやっぱ塩が多いですね。さすがです。ありがとうございます。言うことない、言うことないんだよ。終わりです中華もちょっと味だけ進まっていいですか。いいっすよ、じゃあいい行きましょう。次は中華そば。はい、中華そばです。あ、中華そばの方が細いですね。細めですね、はい、もう少し細いですね。はい、返しとチーユ。はい、返しはまた賃貸用で違うんですね。はい、違います、冷製です。もともと醤油はやってたんですか、オープン当初から。やってます。でも大体出る比率が7割が炊いたんですね。残りが漬けと中華そば。はい、そうですね。このスープは鶏ですか。はい、鶏です。煮干しも入ってます。煮干しも入ってます。最初だいぶ悩んだんちゃうんですか。悩みましたね。もう YouTube だけやとね、悩みましたね、本当に。この濃度でいいのかとか。はい、ね、濃度は当初より随分上がりましたね、やっぱり。はい、お、芝居のまたその声です。名声盗んだよ。その声です素晴らしい。どこまでやられてて、そうですね。おー、いい。めちゃくちゃ綺麗。おお。構成比次第にはなるんですけど、はい、中華そばが出てるんであれば、はい、盛り付けもうちょっと変えてもいいかなって現時点で思います。はい、今あって面線がこう見えた方がいいっていうところなんで、食材をこっちに寄せて面線を見せれば、まあ、そのビジュアルだけで集客もできるかなと思ったんで、例えばですけどね、はい、面線もうちょっと綺麗になって、でネギとかも端っこに寄せていてみたいなのが最近の東京の流行りなんで、はい、いただきます。はい、うわ美味しい。いや、めっちゃ美味しいやん。すごいな。麺うまっ。
めっちゃ好き僕。中華そばの濃度 1.53、濃度が 5.2。 これ実際全体の3割のうちがつけ麺とこの中華そばで分かれてるっていう話だったんですけど、はい、で数で言うと、はい、何パーセントぐらいなんですか1日この中華そばを。さすが山口さんもほぼ正座。1ヶ月データで 12% です。ほら、はい、でつけそばが 13% です。ほら、山口さんの店行ったら、はい、構成費が分からなかったんです券売機じゃないんで山口さんの店、はい、過去3ヶ月のデータ出してくれって言ったら、はい、ないって言われたんです。この中華そばはどういった層が注文してるんですか。比較的若い人です。はい、女性が多いです。まあ、女性だったらこの塩分でいいかな。若い子やったらもうちょい幸福した方がいいかなとは思ったんですけど、はい、より尖らすんであればさっき言ったその麺線、はい、綺麗に見せて、はい、あ、こしますラーメンブレイクビーツっていうとこ、これです。これがね、めちゃくちゃバズってるんで、言うたら具材を端っこに寄せるじゃないですか、はい、麺線見せてるんで、はいはい、これできるんちゃうかなと思ったんで。なるほど、うん、並べ方だけ変えて、はい、チャーシューの種類をあのでかい方にした方がいいかもしれないです。なるほど。1個言うなれば、はい、味変カレーパウダー、はい、いらないです。社長が体現してないってことは組織の基準が崩れるじゃないですか。基本事業は地域なので、はい、ナンバーワンにしましょう。吉田さんも山口さんも会社の方針としてやらないことを決めるっていうことに対し、シバヤンオンラインサロンメンバーまだまだ募集中です。 YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題、そして楽しいオフ会。サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり不動産の方、海外でお店をやられている方や超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなってそのまま後日ね一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合ってお肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると島園の YouTube 撮影に同行することもできます。島園に直接質問し放題、島園特別価格での仕入れが可能になったり、島園の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島園オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。